はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、マイさんですね。MAI、ローマ字で。はい、女子のワールドカップの、ドンラスですね。こちらを合計4つですね。よいしょ。こちら、リテールブラスター。はい、まあ一応ね、ホームページのタイトルもそうですけど。よいしょ。まあもう一個ね、ホビーっていうのもあるんですけど、まあ、なでしこのシリアル狙ったりするんだったら、まあこっちの方が、可能性は高いかな。インサートの量もこっちの方が多いので、同じ、対費用効果を考えた時ですけどね。で、結構、はい、今、盛り上がってる。これいっぱい買った方がいいなと。まあ、ルーキーカードが多いですからね。はい。で、インサートが後ろに大体シリアルとか2枚入ってるような感じ。はい。ですね。で、ベースとインサート仕分けしておきます。今回のワールドカップのね、主要国ほとんどと、選手も大体入ってますんで、これがパラレルで299。シリアルカードですね。で、マーベルズっていう、まあちょっと他のスポーツでも人気のインサートですね。スペインか。強かったですね、スペインね。熊谷さんでしたね。で、これはシリアルのないホロですね。まあホロがだいたい箱1ぐらいに入っています。イングランドだ。で、アメリカか。で、まあコレクター的には小シリアルというのと、あとまあちょっと出にくいインサートっていうのが4種類ありまして、それが当たるといいなという感じです。まあそれもホビーも入ってて、こっちにも入ってますんで。あ、シリアルですね。299でした。このシリアルカードがだいたい箱で2枚平均で出てきます。まあだいたい出てきますね。で、プラスアルファでインサートとかを引けたらいいなという、そんな感じです。で、このマーベルズは、まあ、うん、集める方多いのかなっていう感じですね。ヒーローもののアメコミのね、表紙みたいな人気がありますね。よいしょ。まあ、ルーキーカードが多いということは、初めて、ね、パニーさんのカードで初めてカードになって、てる方が多いと製品ですね。はい、2つ目。まあ4つだと何かこうインサートもしくはシリアルも23以下とかが299ですね。シリアル、あ、モーガンさんですね。これね、当たってくれるといいなとは思ってますが、あ、清水さんね、ルーキーカードカードってね、そんな甘くないんですよ。なのでね、うん、店長にも分かりませんので。お、はい、直本さん来ました。インサートマーベルズに長谷川さんがいて、で、直本さんいて、で、フィールドビジョンにもいますよね。長野さんだったかな、はい、各インサート一人ずついるような感じです。お、マルタさんだ。はい。マーベルズマルタさん。沢さん世代の時ぐらいですから。ね、すごい長いですよね。これもう一枚シリアルか。よいしょ。赤でした。はい。はい、うん。よいしょ。で、三つ目です。ただこのリテールブラスターはもう一発で普通に大逆転するインサートやシリアルがあるのでちょっとやばいです、はい、いいボックス積もったら本当爆破しますね。
なので結構リピーターが多いんですよね。長谷川さんでね、かな、マーベルズ。ルーキーじゃないか。ホロとマーベルズ。ね、またさっき出たもんね。ゴンザレス。はい。99ですね。ドイツの選手の99。これ綺麗ですね。ブルーね。ブルーなのかサファイアなのかっていう感じです。清水さんまたルーキー出ました。はい、うん、お、ゴールドだ。ゴールド来た。はい。お、アメリカのリンゼー・ホランさんですね。お、10番つけてるの。おー、ゴールド来ました。ゴールドパラレルで10枚限定です。いいっすね。はい。やっぱね、この辺積もれると全然違いますね。シリアルは2枚出てきて、リテールブラスターは結構小尻が。なんか、まあ、ホビーの方も出なくはないんですけど、なんかリテールブラスターに振ってんなーっていう、意図的に振ってんなーっていう感覚は、はい。まあ、ちょっと PB してる範囲でも、します。普通にします。じゃあ、小尻がとりあえずゴールド来たから、これでなんかインサート出したいですね。とりあえず、なでしこのベースカードの方は、まあ、ちょいちょい出てたと思うので、長谷川さんのマーベルズ出したいな。マーベラーズの黒とか見たいよな。あ、赤ですね。はい、299シリアル。ラピノさん、あ、表向いてるな。パラレルでした。はい。よいしょ。はい。うん。来た。よかった。多分ね、ケース開けても平均だと2枚ぐらいなんですよ。運がいいとね、4枚ぐらい出るような感じです。はい。長谷川さん出てくれました。よかったよかった。これでどうですかね。あとフィールドビジョンのぐらいかな。お、シリアル99ですね。これどこ？ポルトガル、ピントさん。11番つけてますね。まあ、サインはちょっと引けなかったですけど、ゴールドと長谷川さんのカードが来ましたね。で、あと99ですかね。シリアルカード以上はローダーに全部入れますので。届いたらあと、はい、眺めるだけで OK です。まあちょっとカードとか取り扱いね、ちょっと不慣れな方とかは結構 PB 結構喜んでいただいて。お店開けてた時はよくスリーブ入れるの苦手なお客さんによく入れてあげてました。
なんでそんなにサクサク入るんですか。あ、まあ商売ですからよく言ってました。はい、ということで、まあ299がこうねある中で、99が2つとゴールドが引けましたね。まあこの間に23シリアルっていうのもあるんですけど、まあゴールドの方が断然人気なんで、うん、はい、こんな感じですかね。はい、ちょっとサインとレアナインサートは引けませんでしたが、またぜひねチャレンジしていただければと思います。ありがとうございました。